ミルヒルイースト駅は、ロンドン北部、バーネットロンドン特別区のミルヒルにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、フィンチリーセントラル駅から伸びるノーザン線、ハイバーネット支線の単線の支線の終点で、この支線唯一の駅である。当駅は、トラベルカードゾーン4に含まれる。当駅の2013年の年間利用客は117万人で、ノーザン線で、 最も利用客が少ない駅である。当駅のグリッドリファレンスは TQ24915 でビタチーヒルの西側にある。当駅はエッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道によって建設され、ア LR を引き継いだグレート、ノーザン鉄道により1867年8月22日、ミドルセックスに開業した。当駅はフィンズベリーパークからハイゲート経由で、 エッジウェアに至る路線上の途中駅として開業している。エッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道は複線分の路盤を建設したが、付設された線路は単線のみで、残りは需要が増えた際に建設するものとされた。しかし、グレート、ノーザン鉄道は計画を変更して需要が多いと予想されたフィンチリーセントラルからハイバーネットへの路線を建設。 1872年4月に開業させ、フィンチリーセントラールからエッジウェアまでの区間は伏線化されることはなかった。当駅は当初ミルヒルとして開業したが、1928年3月1日にミルヒルイーストに改名されている。1921年鉄道法により、イギリスの鉄道会社はビッグホーと呼ばれる4社に再編され、当駅は ロンドンノースイースタン鉄道の駅となった。イーストフィンチリーから分岐するハイバーネット支線は1930年代に始まったノーザンハイトと呼ばれる開発計画の一環としてロンドン地下鉄の路線網に組み込まれた。ロンドン地下鉄の一部として運営されるための準備としてフィンズベリーパークから先の各路線の電化工事が始まったが、 第二次世界大戦の勃発により工事には時間を要した。フィンチリーセントラルマイナスウェッジウェア間の旅客営業は1939年9月11日に休止されたが、ミルヒル平営への輸送のため、フィンチリーセントラル当駅間のみが単線のまま電化され、1941年5月18日に営業が再開された。当駅から エッジウェアまでの電化は行われないまま路線が廃止されている。旅客営業終了後も当駅からエッジウェアまでの区間では蒸気機関車牽員による貨物列車が路線が廃止される1962年まで運転されていた。線路、施設などは廃止後大半が撤去されたが大半の区間で路盤が残されている。当駅とフィンチリーセントラルの間にあるドリスブルック、 高架橋あたり駅には、エッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道が建設したビクトリア様式の建物が残されている。ロンドン地下鉄に組み込まれた路線では最も古い区間の一つで、世界最古のシールドトンネルによる地下鉄であるシティサウス、ロンドン鉄道の後ろみであるノーザン線のロンドン中心部の区間よりも20年以上古い。背の低いレンガ積みの駅舎は、 自動券売機設置のため、後年窓が2つ、塞がれているが、グレート、ノーザン鉄道が建設した駅によく見られるものである。駅舎は休憩車の屋根を持つ、中央部に、寄せ棟構造の屋根を両側に持つ構造となっている。ホーム。フィンチリーセントラル方向を見る。車止めホームは築堤の上にあり、レンガ造りの階段で駅舎と結ばれている。ホームと同じ高さには、 レンガ作りの待合室があり、階段を覆う上、屋根がこの待合室から伸びている。駅は現在もバスの展開場として使われている建物の前提の裏にある。この前提の片隅には2階建てのグレート、ザン鉄道標準様式の駅長官舎が設けられている。当駅の東にはニューワークスプログラムの一環として建設された複線化用の構成ガーダー橋が残っている。 2007年には旅客案内装置の設置、駅構造の強化、壁面と床のタイル張り替え、監視カメラ設置などの駅改良工事が行われた。ラッシュ時間を除き、フィンチリーセントラルと当駅の間の折り返し列車のみが運転されている。休日にフィンチリーセントラルから先に直通する列車は2007年5月20日に廃止されている。2015年現在、 当駅からの着席サービス提供及び出入庫のため5時44分から9時44分までと17時13分から19時28分までの全列車がケニントン、モーデンまたはイーストフィンチリーへ直通する。運転間隔は時間帯によって異なるが5時25分から0時56分までおおむね11から15分間隔で列車が運転されている。 ロンドンバス221、240、382が当駅を経由するサラセンズの試合が行われる日には、当駅から試合場までのシャトルバスが運行されることがある。ありがとうございます。